ピンポーン。6K 以上のモニターでの視聴をお願いします。やっちまった。実は80万円の映画用カメラのためにさらに買ったものがございます。80万円守るためにはそれ相応の棚が必要、要はカビが生えないように防湿庫を買ったというお話。いっちゃん有名な東洋リビングの防湿庫を買いました。型落ち品ですが、ここのは最高級ブランドなので4万円もした。アマゾンで中華の怪しいやつが1万5000円くらいで売っていますが、さすがに24時間電源入れっぱなしの電化製品、中華愛好家の吉田さんでもさすがに怖い、燃えたら最悪なので、ここは信頼性重視で日本のメーカーにしました。まあ、クッソたっけんだけどね。ちなみにメイドインチャイナ。調子に乗って最高画質の 6K にしたんですが、編集ソフトがカクカクで厳しいね。もう編集が嫌になってきた。あと分かったこととして 6K にすると AF が弱くなる気がします。ピンボケ量産。カメラマニアなら持ってる人結構多いと思うけど、防湿庫はこういうカメラを収納する箱です。除湿機が内蔵されていて湿度を一定に保ってくれます。湿度が高いとレンズがカビちゃうんで、それを防ぐのがこの防湿庫。吉田は初めて買いましたが、まあぶっちゃければそこら辺に放置していた吉田でもカビたことは一回もないんで、防湿庫なんて必要なのかは疑問ではあります。せっかく 6K で撮影したんですが、露出オーバーで白飛び気味です。ごめんなさい。吉田が購入したのは77リッターモデルです。いろんなサイズが売っていますが、置く場所の問題から小さいものにしました。オートクリーンドライというモデルで、まあ、よくわかんないんだけど、光で空気をきれいにする機能がついている機種。プラズマクラスター並みのうさんくさい機能ですね。ガラス製の扉がテカテカしていて、ちょっと撮影が大変。扉は冷蔵庫みたいな感じ、吸い付くように閉まります。防湿庫なんでパッキンがついてます。この製品の売りの一つが日本製の湿度計です。あえてアナログ式にしてるんだと思いますが、針のがかっこいいですからね。一応オプションでデジタル湿度計もあります。東洋リビングを選んだ理由の一つが棚です。引き出し式になっています。固定式の棚だと奥のものが取りにくいなと思ったので、引き出し式のやつにしました。ちなみにこの棚はオプションでも売っているので増設することは可能。 Amazon で普通に買えるのもいいです。当然だけど棚の位置は自由に変えられます。めんどくせえやつとかたまにありますが、これはすげえシンプルな構造で簡単です。プラスチックでできていますが、重たいレンズは支えられるのでしょうか。多分大丈夫なんだろうけど、ポキって折れそうな感じはある。奥に除湿ユニットがあります。ダイヤルで強さを変更可能。初期状態の標準で使えばいいのかな。まあよくわかんないんだけど、 60% 以下ならカビないらしいので、何でも大丈夫な気はしなくもない。左のやつは光を照射して空気をきれいにする怪しいユニット。コンセントがあるんですよね、内部に。内部コンセントがあります。これいいでしょ。S1H のマイク音悪いよね。レンズが転がらないようにするためのスポンジも1個付属していますが、まあ雰囲気的には普通の方がいいかな。適当に棚の間隔を調整。もう一段欲しいかな。裏面は除湿ユニットがちょっと出っ張ってます。この製品は中国製ですが、ユニットは日本製。寿命は10年くらいらしいですが、基本的にはコンセントを挿せばメンテ不要。交換部品も特にありません。扉の鍵もついていますが、吉田は使わないかな。盗難防止にはならないからね。殴ったらガラス割れるし。この防湿庫を置くためにスチールラックを片付けました。結構捨てたよ。見た目はクソ重たそうに見えるかもしんないけど、実際は結構軽いです。ペラペラの鉄板でできているので、普通に余裕で持てます。左寄せの予定でしたが、柱が邪魔で開けにくいので右にしました。実はここにコンセントがあります。効果があるのか疑問な光クリーンシステムが動き出しました。青い LED を照射してるだけみたいだね。まあこんなもん買ったんだけど、 S1H と引き換えに大半のカメラを売却しちゃうので、あんまり入れるものはないんですけどね。引き出し機能は絶対いるね。まああんま入れるもんないんで、一番上は充電コーナーにしました。この防湿庫は内部にコンセントがありますからね。こういうこともできます。部屋中に散らばっているカメラグッズもここにぶち込もうと思いましたが、まああんま入らないですね。よく使うやつだけとりあえず入れました。パナソニック純正のライトと、お出かけするときに使っていたストラップです。全く使ってないやつは引き続きこのケースに入れておきます。このケースもカメラ用ですよ。除湿剤を入れると防湿後代わりになるやつですが、まあ小さすぎて全く使えん。サーモグラフィーもよく使うし、小さすぎて行方不明によくなるので入れておきました。オーディオテクニカの安いピンマイクもぶち込んでおきます。これも結構使ってる。編集していて気がついたこととしては、 S1H を入れるところがありませんね。後で何とかしときます。あと棚はもう一段欲しい。扉の反射がやばいので、隠すもの何かないかなと思ったら、いいものがありました。喫
石的にぴったりサイズなんですよね。これが気に食わなくて剥がすかもしんないんで、マスキングテープを使いました。インパクトはあるね。かっこいいかどうかは別だけど、まあとりあえずこれでいくよ。これだと湿度計が見えないので反対向きに付け直しておきました。まあ開けないと見えないんだけど、そんなにチェックするものでもないのでこれでもいいかな。でとりあえず設定を最大パワーにして1時間くらい放置しておきました。で待ってる間にふるさと納税でもらったマグロを食いました。あとレンジでチンするだけの味噌焼きってのも食べます。まあ昼飯ですね。それにしてもこのふるさと納税でもらったマグロ、マジで色が悪いですね。こんな黒ずんでいるマグロを初めて見たんですが、生で食っても大丈夫なんですかね。腹壊しそうでちょっと怖いなと思いながら切ってます。もう一個の方は確か中トロだったと思いますが、こっちはまだマシな色はしていますね。ただすげー生臭い。ちょっと食べたくないくらい臭いわ。映像で見るとカメラさんがいい感じに補正しちゃうから綺麗に見えるけど、実際はもっと黒ずんでいて気持ち悪いです。マグロってこんなもんだったっけ。冷凍された状態で黒かったんですが、どうやら解凍方法もダメだったらしい。急速解凍しないと黒くなるらしいです。色悪いな。大丈夫、腐ってない。こんな色悪いんだっけ。味自体は普通でしたが、まああんまり旨味も感じなくて水っぽいですね。美味しくはないと思う。トロの方はまあまあ美味しいですが、少し生臭いのが気持ち悪い。味噌焼きは普通にうまかったです。レンジでチンするだけだし、ほぼ野菜だし、また買ってこようと思います。1時間後の湿度は 40% くらいです。 50% スタートだったので10ポイントくらい下がってますね。まあそもそも冬なんであんまり防湿庫意味はないんですけどね。とりあえず最大パワーから標準に戻しておきました。乾燥しすぎても悪影響出そうだし、防湿庫は正直いらない気もしますけど、どっちかというとカメラを保管するための棚として買った部分も大きいので、まああれはあれでいいかな。映像の方は EOSKISS-M に画面保護シートを貼っています。実は黙っていましたが、EOSKISS-M 壊れました。速攻でこっそりと入院していたんですが戻ってきました。残念ながら保護シートは買い直しになったので、もう一回貼るわけですね。800円損した。ついてないね。一切気泡は入ることなく成功しました。三脚につけられない問題は 3D プリンターでなんとかしました。頑張ってマンフロットの 200PL をコピーして穴の位置をずらしたバージョンを制作。結局6回くらい作り直してなんとか完成。色が白いのは途中で黒のフィラメントがなくなったんで、透明色のフィラメントを使ったから。充填率 100% にしたら強度はかなりやりますね。多分割れることはない。がっちりつきますが、映像のクイックシューは中華のパチモンなんで微妙にサイズが合ってないかな。純正に合わせて作ったので純正にはぴったりくっつきます。ちなみに S1H にも保護シートを貼りましたが、こっちは大失敗。ホコリが混入しています。時間が経てば空気抜けてくると思いますが、ダメだったら貼り直しかな。上の部分は比較的成功したけど、それでも一箇所空気が入ったね。